はい、ということですね。まあ、今回なんですけども、今回はですね、刀冶の里園第2話のね、まあ、見どころシーンまとめてきたんで、そちらを見ていきたいなと思うんですけども、まあ、原作でいうところの102話と103話がね、まあ、その該当箇所かなと思ってるんで、まあ、早速見どころシーン見ていきましょう。 はい、ってことですね。まあ、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、霞柱、時き無一郎くんがですね、まあ、初登場しますよということで、いやー、ちょっとね、時き無一郎くんの登場ですか。いやー、ちょっと、ね、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、初登場シーンね、めちゃめちゃ印象悪いんですよね。だからその辺がね、ちょっと不安というか、まあ、初アニメ勢とかは結構あの、印象悪くて、無一郎くん嫌いになる人もいるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、ま、むいちくんっていうのは、 結構性格良さそうだとね。ま思われがちなんですけど、まあ最初の方はですね。結構性格悪いようなね。まあ雰囲気というかま第一印象に関してはめちゃめちゃ悪いんで。まあその辺はね。僕もね。原作読んでた時えってなったんですよね。柱ってやっぱり印象が結構やっぱ最初悪いんで、まあその辺どうなるかな？って感じなんですけどもまあ後半に行けばですね。ま無一郎君の良さっていうのもね。しっかり描かれてくるんでま、第2話に関してはねま結構印象が悪いんですけどもまあその後の。 展開を考えると、ね、まあ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 っていう感じでね。まあ他の柱と変わらないようなね。まあ第一印象なんじゃないかなと思って。 おりますということでね魔女とそんな感じで時と無一郎くんが登場しますよということでしたで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね無一郎くんとね刀鍛冶がそんな感じでまあ喧嘩をしてるんですよねまあ第一印象悪いって言ってましたけどもここなんですよねまあ喧嘩をしてるんですけどもまあそれをね止める炭治郎ということでまあ炭治郎はねそういったねあの喧嘩だったりとかまあ人がねごちゃごちゃしてるのね大嫌いなんであまあそういったね性格の良さっていうのが出てくるシーンなんですけどもいやここのねまあ 見どころというかねうんまあ、ちょっと嫌ではあるんだけどもあの無一郎くんがねなかなか嫌味を言うというか口が悪いんですよねうんそこに注目していただきたいなというかまあ、無一郎くんのちょっと としたねなんかあのすごく嫌な感じでね物を言ってくる雰囲気とかあの柱特有の嫌味みたいなのをちょっと言ってくるシーンがあるんですけどまぁ、あ、そこがちょっとねあのなんというかいいというか <laughs> まあ悪いんですけどまぁ、あ、ちょっと鬼滅のなんかねあのぐちゃぐちゃした感じでかドロドロの感じがね出てきますよということでまあ、そこは見どころですねでまぁ、あ、止める炭治郎もね結構かっこいいというかまぁ、あ、スカッとするというかまぁ、あ、視聴者が思っていることをそのまま言ってくれるんでまぁ、あ、そこもね 結構面白いかなと思ってます。はい。まあ、なんで、まあ、そんな感じですね。で、でですね、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、え、なんとですね、刀舵小鉄くんとの出会いということで、まあ、炭治郎がね、小鉄くんと出会うわけなんですけども、いやー、ちょっとね、忘れてましたよ。刀鍛冶読み返してみてね、思い出したんですけども、小鉄くんってめちゃめちゃ大事なキャラクターじゃないですか。はい。いや、そうなんですよね。小鉄くんが、まあ、炭治郎をね、まあ、刀舵でちょっと育てるというか、まあ、成長させるよと、まあ、そういったね、物語が あるんですけどもまあ、その重要な人物との出会いがね、まあ、この第2話ですよということで、いや、ちょっと小鉄くん楽しみですね。まあ、声優さんとかも楽しみだし、まあ、どんな感じのね、まあ、キャラクターなのかというか、まあ、漫画だと意外とね、わかりづらいんすよね。うん。まあ、どんな感じの、まあ、声優さんによって結構雰囲気が変わるようなね、まキャラクターなので、まあ、その辺がね、どんな感じでアニメでね、やってくれるかっていうところが楽しみですね。で、まあ、炭治郎との出会い。まあ、小鉄くん結構ね、可愛いという いうか面白いんでねまあなんか結構炭治郎とね馬が合うようなねキャラクターだよということでまあ楽しみですねまあそして重要な人物だしね第2話ね楽しみですで続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでなんとですね松木国より一の動きを模倣したですねまより一ゼロ式というですねまロボットが登場しますよということでまあこれがですねこてつくんが作ったですねまあ戦闘用からくり人形ということでまあこれをめぐってねま時と無一六 と争っていたという、まあ喧嘩をしていたんですけども、もいや、これね、結構 結構ね、どうなるか楽しみじゃないうん、アニメでね、まあ、動き方がね、特に注目かなと思ってまして、ま、より一って、ま、あ人間を外れたような動きをするって言ってて、で、まあ、手が6本あるという風なロボットなんですけども、いやー、それがですね、まあ、どんな動きで見せてくれるのかっていうところですよね。まあ、原作だと、やっぱり動きがないから、まあ、どんな風に伝えるかって、 っていうのがアニメでねまあ新たに加わりますよねということでねまあ、そこがねうまくこう人間を外れた動きっていうところがね表現できるかできないかっていうところがまあ、UFO テーブルさんのちょっと力というかあの技量になってきますよということでねいやその辺が楽しみですね、うん、どういった表現をできるのかっていうところだよね、まあ、原作だとやっぱりね動きがないからねまあ、その辺本当にアニメでねどういったロボットの動き方をしてくれるのかっていうところが 僕は楽しみだしそしてねまあ結構このなんかねやっぱり人間味がないっすよねロボットなんでちょっとね人間味がない顔の表現というかまぁ、あ、ちょっと冷たいね顔をしているということなんですけどもその辺もなんか好きですねうん。まあ、だからアニメーションっていうところかなうん。まあその辺が楽しみですねうん。で続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでなんとですねまぁ、あ、時と無一郎くんのですねまぁ、あ、カラスが登場しますよということなんですけどもいやこのカ カラスですね。なかなかね。癖が強いというかまあ、女子なのかな。うんまあ、性別で言うとまあ、メスだと思うんですけど、いやあなかなかね。喋ってることがねすごくね。人を見下してるよということで、まあ、めちゃめちゃ癖の強いカラスが登場しますよ。ということで、その辺がね、まあ、楽しみですね。うんまあ、声優さんが楽しみっていうのもあるんですけどね。うん、<laughs> セリフがめちゃめちゃ面白いんですよね。あの子は天才なのよ。あんたとは違って次元？が違 違うのよと <laughs> まあこんな感じで喋ってくれるんじゃないかなうーんでそれにちょっとカラスっぽい雰囲気もね混ざるってなるとねまあ、カラスっていうのはねちょっと喋り方がおかしいからねまあ、その辺がねどんな感じのねまあアフレコになるのかなっていうところがすごく楽しみだなと思ってますね他のカラスとはちょっとねまた違ったようなね感じなんでまあ、初登場カラスというかまあ、初のねこんな種類だよということでねまあ、まつ毛も長いんでメスだと思うんですけどいや楽しみです、ね うん、まあ今までね出てきてたカラスっていうのは全部オスだったからね、うん、まあメスっていうのが初登場でその辺が楽しみとなっております。で続いての見どころシーンなんですけどもこちらということで、いやこれですねちょっとねアニメで描かれるかわかんないんですけど、まあ関ロジミツリさんのね大福の秘密ということで、まあ、なんでね関ロジミツリさんだけ胸元がね開いてるのかっていうねまあそういったね、まあ、裏エピソード的なのがね、まあ、漫画だと細かく描かれてるんですけどもこれがですね。ね ねあの本編ではないよということでまあ、描かれるかわかんないんだけどでも予告あたりで描かれそうだなと思っててまあ第2話の予告あたりで描かれそうだなと思ってるんですけどいやこれすごく楽しみですねいやなんでそんな楽しみかっていうとねここね校長忍さんが出てくるんですよねいやそうなんですよ校長忍さんが出てきてねそれがめちゃめちゃ面白いというかまあ、忍さんもね同じような感じでね大福胸元が空いた大福をね切ろと言われていたみたいなんですけどもまあそれ これをねしさんは燃やしたよということみたいいでねいや、その裏エピソードっていうのがね、めちゃめちゃ面白いし、かん寺さんとね、こちさんのね、会話っていうのがね、あんまないというか、ここぐらいなんですよね。だからほんと珍しいなと思っ で、まあ、入れさせていただいたというか、まあ、すごく見どころだなと思ってますね。はい。いや、だから本当楽しみですね。うん。まあ、校長忍さんね、僕ほんと推しなんで、ほんと登場してくれるだけでね、嬉しいなということでね、かん寺さんも登場してくれると嬉しいんですけど、いや、刀鍛冶でね、出てくれるの本当嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、だからね、ここはね、本編というよりかは予告なのかなと思ってますね。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでね、いや、これもね、ちょっとね、本編、 で描かかかかれるかどうかはわらないんですけどいや、ただですね、原作では描かれてますよということで、いや、これもですね、僕は描いてほしいかなと思ってるんですけど、具体的にどんなシーンかというとですね、まあ、あの、前回品津川玄也がね、まあ、関路寺さんのことを無視していたというか、まあ、そういったね、エピソードがあったんですけど、まあ、それのね、本当の答えだよということでね、まあ、実はですね、玄也っていうのはね、あの、本当に対面というか、人と喋ることが本当に苦手でしね、 うん。まあ、それでですね、実は頭が真っ白になってしまっていて、まあ、硬直していましたよということでね、ま、ンロジさんが可愛すぎてね、一言も喋れなかったン野ということなんですけども、いや、可愛いですね。ゲンヤ野が可愛い <laughs>。 <laughs> そしてねこのシーンはめちゃめちゃちょっと見たいんだよなーっていうねうーんゲンの本当の性格というかね人見知りなんですけどねまあそういった性格っていうのがね本当見れるシーンとなってるしまあここのシーンを原作でね描いてくれることによってねまあゲンのキャラクターとしての人気っていうのが出てくれるんじゃないかなと思ってまして僕は本当描いてほしいかなと思ってますねいやカンロさんも可愛いしねうーんカンロさんの登場回が増えるってだけで嬉しいからねまあそれもちょっと 本当に見どころというかまあ、本編で描いてほしいなと思ってるんですけどどうなんだろうねまあ何せねこれちょっとね原作の本編ではないからねまあページの隅に書いているちょっとしたことなんでねまあその辺がアニメでやってくれるかどうかわからないんですけどまあそれちょっとやってくれたら嬉しいなと本当に思ってるシーンとなってますねまあ一応ね原作の102話だったかなまあそのページの最後に書いてますねうん。まあ手なわけですね鬼滅の刃刀鍛冶の里編まあ第 2話のね、まあ、見どころシーンはこんな感じとなりました。ということですね。まあ、皆さんぜひぜひコメントだったり、チャンネル登録だったり、高評価だったり、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。う